皆さんこんにちは。トレキングのお時間です。今回はスマトラトラとジャガーが1対1で戦った場合を想定して、どちらが強いのかを見ていきたいと思います。なお平均体重同士では差が出てしまうため、ジャガーは最も大型化するブラジルのパンタナールに生息する個体で、スマトラトラはジャガーと同じ体重で想定していきます。また結果は想像でしかありませんので、了承した上で視聴をお願いします。それでは早速見ていきましょう。まずスマトラトラですが、インドネシアのスマトラ島のジャングルに生息していて、食肉目、ネコ科、ヒョウ属に分類されている。現存しているトラの中では最も小型の種類になります。体長は150cm から 180cm で、鼻長は 70cm から 90cm、 体重は 100kg から 150kg ほどになります。平均体重は 120kg ほどになるようです。寿命は野生で15年ほどで、飼育下では20年ほどになります。体色は黄色みがかった赤褐色で、顎周りや腹部、四肢の内側などが白っぽくなっていて、全身にある黒い縞は他のトラより数が多く、肩より後ろの縞模様が2本ずつの束になっているのが特徴になります。スマトラトラは単独で行動していて、広大な縄張りを持ちますが、縄張りはオス同士で重なることはなく、オスとメスでは重なることがあり、時には若干ですがメス同士でも重なることがあるようです。縄張りの広さはオスが50平方キロメートルで、メスは20平方キロメートルほどにも及ぶそうです。スマトラトラはネコ科では珍しく、水を嫌わないので泳ぎがうまいです。また時々木に登ることもあります。そのため狩りをする際は、獲物が鹿やイノシシやクジャクなどの鳥類のほか、樹上のオランウータンなどの猿や魚やワニなど様々になっています。ですが狩りの成功率はとても低く、20回に1回とも言われているので、生きていくためには捕らえられそうな相手なら何でも狩りの対象にする必要があるのでしょう。トラの狩りは茂みに隠れつつ獲物に近づいていき、十分に接近したところで一気に襲いかかるといったものになりますが、獲物となる鹿などの草食獣の目はほぼ白黒にしか見えていないため、トラの縦縞は茂みの中では良いカモフラージュになっているそうです。次にジャガーですが、北アメリカ大陸南部から南アメリカ大陸に分布していて、食肉目、ネコ科、ヒョウ属に分類されている。ネコ科の中でトラやライオンに次いで大きい動物になります。体長は 120cm から 185cm、 鼻長は 44cm から 80cm ほどで、体重はオスが 36kg から 158kg、メスが 36kg から 100kg ほどで、平均体重は 56kg から 96kg ほどになりますが、体の大きさは住んでいる地域によって差があり、ブラジルのパンタナールに生息する個体は特に大型化すると言われていて、体重が 136kg を超えることも珍しくないようです。寿命は野生で12年から15年で、飼育下では20年ほどになります。ジャガーはヒョウに似ていますが、ヒョウよりも大きく、雌雄ともに体は頑丈でがっしりとしていて、頭部も大きく、足は他のネコ科と比べて比較的太くたくましいです。体色は黄褐色や淡褐色で、顎から腹部にかけて白く、体にはリング状の黒い斑紋があり、その中心に黒い斑点があるのが特徴です。ジャガーは夜行性ですが、昼夜問わず活動をしており、夕暮れや明け方には特に活発に活動します。主な獲物はカピバラやペッカリー、バク、ナマケモノ、サル、アルマジロなど様々になります。またジャガーは木登りがうまく、泳ぐのも得意なほか、時速 50km から 60km ほどの速さで走ることもできると言われているので、運動能力も優れています。ジャガーはアマゾンの熱帯雨林や川の近く、湿地帯などを好み単独で行動をしていますが、
その行動範囲は広く、広大な縄張りを持っていると言われていて、平均的なメスの行動範囲が25平方キロメートルから38平方キロメートルほどで、オスはこれの2倍ほどにもなるようです。両者を比較すると、平均体重であればスマトラトラの方が 25kg ほど重いですね。このままだとジャガーが不利になってしまうと思いますが、パンタナールのジャガーであればこの体重差を埋められるので、勝敗は分からなくなるでしょうか。続いて強さを見ていきたいと思います。スマトラトラは最も小さい種ですが、ネコ科動物なだけあって敏捷性が高く、非常に鋭いカギ爪を持っていて、上あごと下あごには鋭く長い牙が2本ずつあります。そしてトラは獲物を見つけると、茂みなどを利用しながらゆっくりと近づいていき、十分なところまで来たら強靭な脚力で一気に襲いかかり、鋭いカギ爪のある強力な前足で押さえ込み、獲物の喉に噛みついて窒息させて仕留めてしまいます。小さい種とは言っても、それはトラの中で小さいというだけなので、十分戦える強さを持っていることが分かりますね。そしてジャガーですが、ジャガーの武器はスピードではなくパワーで、強靭な上半身と鋭い牙が上下合わせて4本ある強力な顎に、鋭いカギ爪のある太く力強い前足による攻撃があります。ジャガーの前足によるパンチはカピバラやペッカリーの硬い側頭骨を破壊してしまうほど強力です。またジャガーの頭骨は非常に大きく、顎の筋肉も発達しているので、攻撃力は凄まじく、その強さはネコ科動物最強とも言われています。獲物を仕留める際はライオンやトラは首や喉を噛んで窒息させますが、ジャガーは強力な顎で首ではなく頭に噛みついて、そのまま鋭い牙を頭骨に突き刺して仕留めてしまいます。そのため自分と同等かそれ以上のワニなどでも背後から飛びかかって頭に噛みついて一撃で仕留めることができてしまいます。両者ともに鋭い爪や牙を持っていますが、戦い方が異なっていますね。それではこの両者が1対1で戦った場合を想定していきたいと思います。オス同士で、ジャガーはパンタナールに生息する 136kg の個体で、スマトラトラもそれに合わせた同体重の個体で想定していきます。正面から向き合っての対決で、まずはお互いに様子を伺いつつ睨み合いからの始まりで、威嚇しながらも徐々に近づいていき、手の届く範囲に来たところで飛びかかったりはせず、ほぼ同時に前足によるパンチなどで攻撃を仕掛けるでしょうか。そこから一気に近づいて噛みつき攻撃をしていくと考えると、ジャガーの攻撃力は猫科最強と言われているので、一撃の重さはジャガーの方が上だと考えると、お互いに急所を守りつつ噛みついていったとしても、先にひるむのはスマトラトラになってしまい、ジャガーがその隙をついてスマトラトラの頭に噛みつくことができれば、強力な攻撃力によって勝負はついてしまうのではないでしょうか。平均体重同士であればスマトラトラの方が 25kg 前後重いので、ジャガーが先にひるんでそのままスマトラトラが首に噛みついて決着という流れになるとも考えられますが、同体重ではジャガーの方が強いと考えます。結論としては、平均体重同士であればスマトラトラの方がジャガーの平均個体より体格で勝っているので、スマトラトラの方が強いと考えますが、ブラジルのパンタナールに生息しているジャガーに合わせた場合は、攻撃力で勝っているジャガーの方が強いという結果になりました。今回の動画はいかがだったでしょうか。結果は私個人の考えでつけていますので、別の意見などありましたらぜひコメントしていってください。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次回のトレキングでお会いしましょう。